長崎の、うん、じゃん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 いろんな味しますね。あ、どうすか、心配で、これ。うわ、신주쿠일요일의밤거리입니다여러분화려하네요정말오늘오프닝은영상을실수로날려가지고더빙으로잠깐말씀드리겠습니다오늘영상은신주쿠의유명한이자카야촌중에골든가이라는곳이있다고해가지고거길갔다온영상이거든요일본현지인분들이랑술을마시면대체뭔얘기를하는가그리고골든가이용할때주의사항이나정보뭐종합적으로말하자면이자카야촌의이모저모를담았다고보시면될것같은데혹시나나중에일본여행가실분들이자카야분위기느껴보고싶은데대체어떻게즐겨야하는지궁금해하시는분들에게대충이런분위기다라는거를간접체험하면서정보도조금씩얻을수있는그런영상이되지않을까싶네요예아무튼시작해보도록하겠습니다와찾았다골든가이야이게왜안보이냐아무튼오모에데요코초같은이자카야가엄청있는곳이랍니다근데오모이데요코초보다좀더좁은좀더작은그런이자카야가많다고하시더라고요그래서보고한번들어가서한사발이해보도록하겠습니다분위기는대충이런느낌야확실히좁다사이즈는작은데뭔가좀더고급진그런느낌이드는데어디를갈까제앞은약간이런느낌이고요오아멋있다오지금저렇게촬영도하고계시고요우와우와어디로갈까어디로갈까어여기아무도없는데여기들어갈래こんばんは一人でいいですかありがとうございますどこがいいんですかねこっちあ、こっちの方に、はい、はい、ありがとうございますうわぁ대박그냥랜덤으로들어옴 아무도없어서들어왔습니다예あの、ここって現金のみですか、はい、ここ現金のみあ、はい、大丈夫ですあ、大丈夫です、はい、あ、うん、念のためこの近くに ATM あります ATM ありますコンビニがありますあ、あのさっきの、 あのファミリーマート見たんですけど、はい、そこに ATM の中には ATM ありますあ、はい、わかりました、はい、ここは、カバーチャージが、1000円カバーチャージって何ですかはい、まあ、エトロフィーですあー、あの席のそうですそうですお金という、はい、あー、わかりますなんかあるところの方が多いんですあー、わかります、はい、ここはありますあ、大丈夫ですあ、大丈夫です。全然大丈夫です。はい。初めてなんで、よろしくお願いします。何飲まれます？なんか一応、メニューあるんですけど、あ、まあ、めっちゃ見にくいのと、あとないのがいっぱいあるんで、もし分かんなかったら聞いてくださいね。なんかどういうのがいいとか。あ、はい、分かりました。なんかおすすめありましたか？おすすめは、日本のものがいいですよね。そうですよね。ですと、焼酎だったら、米焼酎のポリカイ。あこれはお米から作った焼酎なんでちょっと日本酒っぽい あとはジンとかだと、まあ、国産のジンとかです例えばこれ、うん、沖縄のジンお沖縄これは僕が生まれた長崎長崎のジンっていうあこれの辺とかは多分他にあんまり置いてないこれとかは多分ゴールデンが売ってしか置いてないうわここに来たお客さんは普通何を頼みます、はい、まあゴールデン街全体が一番多いのはみんなお茶割りですね、うん、お茶割 りこの焼酎をお茶で割るっていうのがゴールデン街は一番多いあとは普通に例えばサントリー各とかのハイボールって、はい、そうだねあハイボールありますハイボールありますこれで他のやつでもできるんですけどまあ一番これが安くてあそうでそれで飲む人がゴールデンが多いです例えば旅行で来られた海外の人とかだとちょっと飲んだことないのとかも多分こう日本でしか飲めないですよ多分あると思うんで例えばもう山崎とか例えば響とかで最近日本でもそんな手に入らなかったりするあ手に入るんですけどちょっと値段も上がったリメイクで六本木クラスってなんかそれも見てないですけどなんかそれであと K-POP ですね
K-POP とかで、ね、BTS、 あそう、BTS とか、そうそう、そう、そういうので韓国語を興味持ってなんか勉強しだす人は最近多い。そうですよね、私からも結構びっくりしますよね、まあ、意外と韓国できる日本人が増えてきて、はいはいはい、すごい珍しいなと思って。まあ、だってあの、はい、留学してたじゃないですか、はいはいはい、それが10年前のことなんです、はい、で10年前のことって韓国語に興味持った人って、まあ、自分のおばあさん、おじいさんが韓国人だから話したくて学ぶ感じが多かったんだけど、はいはいね、今にしたら、はい、まあ、普通に興味があって勉強する、はい、その方が多くてなんか結構びっくりした。まあ、アニメと昔とよりなんかこう多分もう韓国の方多分来て楽しい国になりつつある気はしますね。うん、うん、ちなみに行ったことあります？ないですね。ああ、一回もなくて、でもまあちょっと行ってみたいんですけどね。海外自体行ったことありますか？はい、あんまりなくて、ただ一回だけ、うん、修学旅行なんですよね。あ、修学旅行で中国。ああ、中国、僕らの学校はそうですね。ベイジン？あ、そう、北京。北京、北京。ちょっとベジールと上海。上海。上海、北京。あとどこ行ったか。もう一個ぐらい行った気するけど。あ、中国広いですからね。なんか、まあ、サウスジャパンですね。九州アイランドとかは、またちょっと食べ物。日本人が大人になって食べ物旅行みたいなするってだったら、割と人気が高いエリアが九州。おー。北海道とかも結構。北海道、あ、今冬だし、あ、いいな。それだけでもないし、各地各地で美味しい食べ物はあるんですけど、例えば福岡とかって食べ物美味しいし、しかも結構都会なんですね、うん、だから普通にそれ以外の、まあ、遊び方もできる。例えば長崎とかだと横浜とか神戸みたいに港町なんで、その昔から海外の文化を取り入れてた場所なので、街並みと名物料理みたいなものがちょっとやっぱ違うんですよね。やっぱりまた違う感じで楽しいですと思います。海が近いですよね。うん、海、これ俺の家の近くなんです。うわ、でまあ電車が、うわ、路面電車って言って、おー、すごいな。街中走ってて、でこれまあ俺の家からの夜景なんですよ。うわわわわ。で坂が、石畳と坂と教会が多いですね。おー、あと猫が多いです。かわいい。山が多いところなんで階段がとにかく多いです。なんとなく、あの、私出身が釜山なんで、はい、結構景色が似てますね。なんか階段がいっぱいあるとか。釜山ってそういう感じなんですね。まあ、もともと漢字が山が、あの、山の漢字を、はい、山ですね。韓国では他に日本のアニメどんなの流行ってたりする？今ですか？今、なんだろう、あの、なんだろう、あの、スパイファミリー。スパイファミリー、あ、スパイファミリー。あ、日本と一緒だ。あ、一緒です。すごい好きな人は今ずっと見ていて、うん、何を？チェーンソーマン。チェーンソーマン見たことないです。チェーンソーマン、まあ、これめっちゃ一番最近だと思う。あ、最近。あ、でもあれおもろいっす。面白いの？ちょっと血がいっぱい出たりする。そうそうそう。だからなんかネットフリックスでアニメ化されてさ、表現方法が斬新で、あ、漫画でこんな表現できるんだみたいな感じで、まあ、こう今これを、うん、あ、これ、これこの方にもらいました。じゃん、もらいました。はい。じゃん、飲んでみます。長崎の。じゃん、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 じゃん。どうすね。あ、どうすか。これ失敗。すごいね、これ。うわ、なんか飲んだことない。クリアすぎるんじゃない、うん、あ、そのなんか無理の感じ残るじゃないですか。これスッと消える感じの癖がない。長崎の人とかやると、これであの刺身とか食ったらマジでうまい。うわ、そう、九州ってやっぱ焼酎が多いから、うん、それで刺身食うんやったらこれとかマジでめちゃくちゃいい。まあ、選ぶ、これは、まあ、これか、これバナナのやつ。こんなマシ。あと、まあ、ダイヤメ。わお、ヤイゴ、すごいね。で、ウイスキーが、マスター、美味しい。ちょっと入れにくい。おいしい、おいしい。ジン、はい、ジン、おいしい、おいしい。ジン、例えば、おいしい。ジン、ジンっぽい。ジンだと、うん、まあ、真面目すぎた。
そんな感じ。まあ、まあ、そんな感じ。あ、そんな感じ。あ、そんな感じ。全部見てたら、あれ、そんな感じ。まあ、そんな感じ。あの、Google したら出てきます。Google したら出てこないかもしれないですね。最後の方で。あ、来ない。ゴールデン街のお店ってあんまり Google マップに載ってない。ああ、もし一回来たら、うん、これ5番街で、ずるいっす。ここは5番街っていうことだけ覚えてれば、ね、また来ても看板見つけれるっていう。人に聞いて、はい、あ、5番街行きたいんですけどって聞いたら、はい、あ、全然わかります。あ、はい、わかります。それわかります、わかります。あ、わかります。なんか、いや、あ、なんか質問あります、はい、飲み終わった後、なんだろう、何食べます？のために、あ、そば、あ、そばマジです。そばも、まあ、メイン系はマジで、あ、ラーメン食べないんだ。ラーメン食べるよ。ラーメン食べるけど、麺だ、麺類、麺だったら何でも OK。 ラーメン二郎美味しいです。あ、二郎、あ、聞いたことあります。あ、二郎は確かに有名だから。そばだと、岩本九、結構ちっきり高くなる。岩本九、二郎食べないんだよ、ね。あ、いや、いいですか。わー、これ何、動画、動画、あ、動画、動画ありがとうございます。また、楽しかった。あ、こんばんは、こんばんは。うん、こんばんは、こんばんは。ありがとう。うん、気をつけてね。ありがとう。うん、バイバイ。バイバイ、気をつけてね。あむてん、여기서잘마시고갑니다。처음에는되게막어색하게쩌리처럼있었는데마지막에는되게와이와이한상태로끝낼수있어서되게만족스럽습니다지금은5시거든요네5시조금넘어가지고차차타고가면될것같아서얘기하니까시간진짜빨리가네골든가이잘즐기다갑니다 해장하고들어가겠습니다네안녕아근데진짜이게왜이래아나잠깐이 전신한번쭉해볼래대줘볼래지금이이걸로지금이걸로괜찮아괜찮다고응지금뭔지알겠지그냄새에불불풍기면서최악의최악